もう始めちゃっていいっすよ。さて、まあ、ゲンガーもミュウスーも割と触らないとかめんどくさいんで、これ結構刺さってるんじゃないかっていうのがありますね。さて1戦目、ゲンガー推しゲンガー対ロクサススイ君。さあ対ゲンガーは難しい。なんだかん、さて球を撒いていくのはゲンガー側。フブキは当たらずシャドーボール当てて、フブキはブロックで取るが何も確定しない。驚かさちゃんとガードして置いておいたブロックに本格が刺さって、今のところゲンガー側が積極的に相手の攻撃をブロックで取って1球目貯めてる感じですね。で驚かすを指導にしてコンボが入って、さて、おいブロックが置いてある。置き攻めはどうする、掴んでいく。これでもうゲンガー側はジラーチとジラーチ使ってもほぼ1球目が確定。フロントでちゃんと暴れていくが、さて、さあ体力有利を取ってるのはゲンガー。さて、お、掴みを通して、さて、FP どうする、催眠からまだ1残る、受け助け、置き攻めのダメ X が通って、トリコの退場。さあ、2ラウンド目、ゲンガー側はもう共鳴約束されてるんで、水君側は何とかして自分も共鳴に持ち込みたいが、ただこの置いてあるブロックがめんどくさい。さて壁から出したと思ったが、さあヘドロ通して、さあ6枚前は通らず、さあ掴みに行ったが掴みは通らず、壁コンが入って共鳴でリセットしていく。ゴアイサイミンからの BA が通って、まあゲンガー戦は本当、まあ割と経験がないときついところあるんで、ラケイ2ラウンド目を取ったのはゲンガー落ち。さて次はシルオミュース対ミスルサーナイト。今日ノリノリのミスルサーと埋められるのか。もう始めちゃっていいっすよ。さあステージは広めのテルルタウンか、これは。さあまあ FP どうやってお互い球打ちしていくのかが気になるが、フロント同士のは見せるさないと、この距離になると結構めんどくさい。ブロックに 2X が刺さって 4Y ドレインパンチが長い。さあ相手ブロック見えず足場が通って、さあもう体力赤いぞ、大丈夫かこのミス。本当にブロックが通って、さあもうこれはきついのでは。いいブース使って体力回復して掴みを通していく。さあ FP 置き攻め、さあサーナイト側はもう共鳴溜まってるか、サイド、おサイドフロント通して
一段目取ったのは見つぶさないと。これはミスルチームいけているぞ。さて破壊光線かするがフロントの方がダメージでかい。さあまたさあこの距離はめんどくさいが、もうホノパンはガードされて2段目まで出して、そうですね、足場結構隙が短いんで、まあ、確定してなかったって形ですね。さあミュースがもう体力が赤いぞ。さあ大丈夫かこの人。お、これはさあ中距離、球が見えない、足場がめんどい、なんかを見ようとして何も見えてない。勝ったのはミスルサーライト、なんかしゃがんでたけど何も起こなかった。これは原画王子に花を譲ったっていう形ですかもしれないですね。最近ちょっとゲンガー触ってるんですけど、ゲンガーはなかなか触らないとかめんどくさいっていうのありますね。はい、まあ、ゲンガー王子がどういう対策見せてくれるかというところに注目してみましょう。はい、これが本当の最終決戦、ミスル触らないと対ゲンガー王子、ゲンガーこれ勝った方が優勝です。シロウさんなんか伊藤ミス、あ、伊藤さんとかなりいい勝負してたんですけどね。さあお互いサポートはどうする、カラカラ対、ブラッキー、まあ、ゲンガーがもうなんだかんだでサーナイトのサイドシュートとか避けらんないんでめんどくさいんでしょうね。さあジャンクスに対してアターム的の、技を通していって 2XX はブロックで切り返されて、これは減る。さてなんか店内対戦なのにラグイというのがこのポッケンよくある。さてこれサイドシュートにカラカラ刺していってフェーズを取ったのはゲンガーウチ。さてお、ブロックをちゃんと掴んでいく、今日掴みが冴えてますね。さて FP を切れ目はブロック通して、さあゲンガー側はこれ共鳴のチャンスがかなり高いが、さて中距離、さあゲンガー側は今球打ちがめんどくさい、ダメージ受けてダメージ受けて未来打ちが置いてある、ブロックで取って共鳴した。さてまあサーナイト側は球であれば結構共鳴相手に打ちやすいものが多いっていう形ですね。さてナボ 2X これカラカラ出たが間に合わず、一覧の目取ったのはミスルサーライト、メガゲンガをなんとかして一覧の目取った、これはでかい。さて応援がどうなってるかによってゲンガ王子が共鳴できるかどうかかかってくるが、さてお互い開幕からサポートが溜まっている。さあ瞑想進んでるところにカラカラ打ったが何も起こらず、さあ驚かせて出てきたところにフロントが隠る。さあブロックは当たるがクリティカルではない、ゲンガー側も体力が少ないぞ。さあこのブロックがめんどくさいから、壁を背負ったサーナイト、さて置き目、さてジャンワイ通して、あこれは壁ダメも入ってフェンスが変わるが、ゲンガー側さあカラカラ通してサーナイトの共鳴が終わった、足パワーガードして、さあでさあサーナイトうまく距離を取る、ゲンガー追う、このブロック何も当たらず、
さてブラッキーが当たって体力よりは触らないとから最後掴みを通してゲンガ王子が2ラウンド目取る。さて最終ラウンド、ゲンガ王子側は、応援はないが、まあもう共鳴7割溜まってるんで。さて FP ジャンプシュート、シュート、サイドシュート、サイドシュート。さあゲンガ側はもう踏みかけで近づいて頑張るしかないといった感じか。さあ空中エナも拡散避けて、じゃあ8割で対空していく。ブラッキー通して、これ足パンにカラカラがかくっているが何も絡む。さあ足パン8割通してゲンガーが体力が上がるぞ。さて壁壁コーン完走できるか。さて空中ブロックを通して、ゲンガー側はもう何も当たっちゃいけない。さあ石を拾って共鳴をため、カラカラあるがこれは隠ってない。飛びを通されて、さあ共鳴たまったな、ゲンガー王子。さあ体力差は依然として大きい。さてさあ踏み隠通した、これはでかい、もう体力赤いが、最後サイコショック通して勝ったのはミスルサーナイト。今日優勝はミスルサミスルヒガナチーム。さあじゃあ準優勝したチームに指導さんの用事は悪くないって言ってます。まあその通り、王者は悪くなかった。すべてはこの負傷、私シルオのせいでございます。水戸さん強かったです。 ありがとうございました。では、明日から関東投資者の予選が始まりますが、皆さん張り切って頑張っていきましょう。はい、お疲れ様でした。おじい、おじい、あちょっとコメントが